ないですけど、格差婚、馴染みある言葉でしょうか。一応意味をね、定義を確認しておきますが、はい、格差婚とはお二人の収入や家柄、名声などに格差がある結婚というね形でございます。で、一般的には女性側が優位に立つ結婚を格差婚と呼ぶことが、優位に立つ、女性優位ということは金銭的な面ということですか。いろいろ名声とか、年齢とか、年齢が、年齢の場合は いろんなことなんじゃない、全部わかんない、いろんなことちょっとほっといてほしいよね、ほっといてっていうような情報なんで、範囲が広いですけどね。友達のまいちゃんですけど、あのあれですよね、すごい大金持ちの方と結婚されて、あの台湾でものすごくものすごくお金持ちの方、お金持ちですよね、はい、そう、それで、うん、あのまあまあまあね、本当に最初は本当に本当に知り合いだと、ちょっと知り合いだと言いにくいんだけど、すごく幸せ、もう本当に尽くすの、これはね、彼がね、サプライズが大好きな旦那さんだったの、本当にバラを急に送ったり、うん、なんかあの、ね、急に会いに行ったり、もうサプライズが大好きな旦那さんだったので、優しいって聞いてたので、うん、え、待って、これって格差婚ですか。舞さんも一世風靡してましたよね。そうなんだけど、うん、相手がね、大きすぎるんだよ、やっぱ奥だからあの旦那さん奥ね、低く見積もっても3億だから、あの、あ、 そ、 うん、それに対しての、まあ、タレントさんっていう意味では格差婚になるのかな。しかも最後はほら、あのもう家庭に入って芸能界はされてなかったので、うん、そういう意味では格差婚なのかなって、あ、なるほど、まあ、玉残しって感じですね。そう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 、言われましたよね。ナナさん、あのリアルお知り合いなんか言える範囲なので、なんかどんなお二人なんだか、ね、私そのございますか、そのまあ、もうイリーがもう101が見えるような豪邸ね、うん、に住まれてて、そのうちにまあ行くじゃないですか、うん、で1階に1階、マンションだよ、マンションの1階に庭を作るんですよ。でしかも庭ってちっちゃいのじゃなくて、公共スペースじゃなくて、多分公共スペース買ったんじゃないかな、わかんない、それも含めてのマンション、彼、なるほど、あ、マンションごと持ってたかもしれない。どうなんだろう。でもとにかくマンションの1階のところにお庭を作ろうと、うん、でそれも息子くんのために自然と触れ合いたいってことで、うん、すごい庭園、本当にそんなちっちゃいんじゃないよ、本当綺麗な庭園みたいなお庭を作るって言って、うん、で作ってたんですね。で本人と3ショットまで、そう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 で、お庭、そう、お庭を作った時に2歳の息子くんの2歳の誕生日パーティーが開かれたんですよ。でお庭もみんなに見せて、うん、であの私たちもお祝いに駆けつけた時に、うん、あの私はね、本当に3人息子くんと舞ちゃんと旦那さんがうまくいってるようには見てたんです、うん、で、ね、だってパーティーもね、そう、うん、で旦那さんいたから、うん、でいたから、あの舞ちゃんはあの旦那です、ななちゃんですってこう紹介してくれたんだけど、今思えば、いや私お酒飲むのも好きだし、うん、そのパーティーってワインが出されてたので、みんなワイン飲んで、うん、じゃあもうお酒飲みながら旦那さんとゆっくり喋ろうかなって思ったのにもかかわらず、あの旦那さんにななちゃんですって言った時に、あ、どうもななですって言って終わったのね、うん、淡々と終わっちゃったの。だから今思えばなんか淡々としてたなみたいな感じ。あ、でも確かに台湾だったら結構誰かと結婚したりとか付き合うと、もう必ずお互いの自分のなんか、なんていうんですか、友達、うん、もう全てに紹介して、もう相手の友達は友達みたいな、そう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 、一緒にありますよね、話せるなと思ってワイン持って行ったわけ、うんうんうん、だけど酒もねあれば余計に、そう、だけど、あ、そうなんだ、はい、ニハオみたいで終わっちゃったから、あー、淡々として終わっちゃったっていうのが、まあ今思えばあったかなみたいな。それもその時の時点ですでに、あの、どうかなっていうことがあるかもっていう。ただまあ、ただその場に、うん、ね、あの日本人の方が多かったんですよ。あー、なるほど、うん、もしかしたら、うん、台湾人芸能人のカップルとかご夫婦もいらっしゃったんだけど、うん、ほぼほぼ日本人で、うん、で私一人なんで、みんな大体旦那連れ、彼氏連れ、子供連れ、うん、私だけ一人、あの一人身で行って、うん、で、あのいろんなパーティーしてたけど、なんていうのかな、冷たかったっていうよりは、多分舞ちゃん一人一人あの旦那に私の友達です、友達ですって紹介してたから疲れてたんじゃないかな、もしかしたらね、私行くのちょっと遅かったから。しかもあの日本人同士だと日本語で話してるかもしれない、 それに離れできないかったかもしれないですよね。淡々っていうか、まあ、冷たかったっていうよりは、うん、多分疲れてもあっただろうし、うんうんうん、あとね、ご自分 あの男性のお友達がいらっしゃってたから、うん、ずっと喋ってたので、私もなんかそこをえいっつってどうもっていうわけにはいかなかったから、あ、なるほど、まあ、そこはそっとしておいて、あ、いろんな理由でね、ちょっと交流しづらかったしづらかったの、したかったのにできなかったの、うん、なるほど、それがすごく後悔。
へえ、なんか他にありますか？例えばなんだろう、あの今ね、あの残念ながら最後は、ね、今、今別の、そうなんですね、暮らしていらっしゃる、もう日本に帰っちゃってるのでみたいですが、それってご存知でしたか？知らなくて、なんか全然知らなくて、あんまりまいさんご本人はお話しないタイプなんですかね。そうだと思う。だから世間的にはツーショットの写真が旦那じゃなく子供ばっかりだから、こうやってね、子供ばっかりの写真を上げてるから、周りは世間は、大丈夫、まあいいみたいな、まいちゃん大丈夫っていうのは言われてたみたいです。だからそのニュースは全然見てなくて、そんなの見ないし、なのでまあね、確かに旦那さんの写真はなかったかなって。へー、じゃあもうニュースを見て、そうなんだったの、なんかそんな関係が、ね、ラブラブって感じではなかったの、みたいな感じでしたか、ニュース見た時に。もう彼女本当に、ママ友の会とか食事会に呼ばれるんですけど、呼んでもらって行くんだけど、すごい、そんな仲良し、絶対に愚痴、旦那の愚痴とか、あと、苦しそう、なんか辛そうな顔を絶対見せないのね。ママ友の会って普通そういうの話すんじゃないですか。そうでしょ、それが目的じゃない。他のママ友も愚痴は言わなかったけど、旦那の話もちょろちょろって出るけど、なんかね、出ないの。出なくて、大体もう自分たちの話か、まあ子供の話か、だけど大体は自分たちの話、やっぱり女子だから、女だから。じゃあ奈々さん、その時に失礼かもしれないけど、なんで、なんか奈々は最近どうなんみたいな感じで、突っ込むんですか、こう奈々さんの性格で。結構そんなフランクに突っ込まないし、どうなんみたいなの言えなかったの、あんまり雰囲気的に、雰囲気的に。だって私の考えの中に、関係が危ないなんてなかったの。だって豪邸で子供部屋も見せてもらって、私はてっきり素敵なライフを送っているもんだと思ってたから。あー、なるほど。本当そんな概念がなかった。そこになんかネガティブなことね。そう。っていうのもあれですね。あの息子くんがいて、彼女がいて、で旦那がいないのはあんま仕事なんだろうなって、昼だから言ってるのは、全然なかった。だからもうめちゃくちゃ驚いた。でも噂によるとあれだよ、なんか、本当にこれは噂だけど、旦那さん、まいちゃんのことをニュースキャスターだと思ってたんだよね。ご活躍も知らなかったってことですか、この歌出して。テレビとか見てなかったみたいで。それでニュースキャスターだと思ってて、ある日それが、まあ、一タレントだって知って、落胆したっていうの。ひどくない？ひどい。だから女子アナが好きってこと？女子アナっていうのは多分彼の中で上なんじゃない？日本でもそうじゃん、女子アナと付き合う野球選手とかさ。だから多分格が上なんじゃない？だけど、タレントなんだっていうのは、なんか、その王家にとって打撃を与えたみたいなことは聞いたことがある。でもそれって結婚前とかで話そうない、今日ロケの収録だったとかさ、今日なんかそれでアナウンサーなんだなっていう、あのキャスあのレポーターそんな舞ちゃん的に話さないんじゃないかな、今日の仕事がどうとかは。本当に奥ゆかしい女性だから、プライベートだったらもしかしたらね、仕事の話しなかったのかな、しなかったかもしれない、旦那さんもしなかっただろうし。ただまあ蓋開けてニュースキャスターじゃないからっていうのはちょっと、それもちょっと辛い。ニュースキャスターって言うとちょっとインテリジェンスを感じるじゃないですか。そういうことか。そこがちょっと芸能界っていうとちょっと見る人から見るとちょっと下に見えちゃったっていうのはあったかもしれない。華やかすぎ、華やかさ、どんな人でもなれるっていうところですね。なるほど。可愛いが勝負みたいな、ね、ニュースキャスターはやっぱ頭が勝負みたいなイメージでしょ。イメージ、顔もよく頭もよく、確かに彼らのイメージとしてはそういうのはあった。勝手なね、憶測ですけど、あの台湾の方って正座をすごい重視してるじゃないですか。そうそうで、私は思ったんですけど、あの王さんは双子座なんですよ、で、マイさんはサソリ座で、これ台湾で言うと、合わない代表的な星座って言われて、だからそれも関係、だから性格的にね、価値観のこうなんか傾向的にそういったところもあったんじゃないのかな、ちょうど星座の先生にお話を伺ったので、ちょっと VTR をご覧ください。びっくり台湾をご覧の皆さん、今日のテーマは格差婚です。そこで星座から見る格差婚の可能性を見てみましょう。まずは火の星座、お羊座、獅子座、射手座の方ですね。射手座のリリアさん要チェックですよ。これらの星座の方々は良縁の可能性がありますので、勇気を持って一歩踏み出してみてください。格差婚の可能性は 85% です。これらの星座の方々はとても楽観的な人で、好きな人と出会えば、たとえ相手が自分が望む条件じゃない、収入が低い相手だったとしても、一緒になることにとても前向きに行動します。一緒に頑張ろうとするのですね。
なので格差婚の可能性が高めなのですね。次に土の星座の方ですね。おうし座、乙女座、ヤギ座の方々、これらの星座の方々は現実主義で多方面から物事を考えます。格差婚の可能性としては 60% ですね。これらの星座の方々は相手に安定を求めますね。仕事が安定していなかったり、収入が少なくても持ち家があれば OK と思うでしょう。もしお金持ちであればなお可能性が広がります。さらにこの星座の方々は相手との身分的な格差を嫌う傾向があります。続いては風の星座の方ですね。これは双子座、天秤座、水瓶座の方々、さゆりさんはしっかりチェックしてね。これらの星座のあなたは理想的で一度しっかり考えた上でどうするかを決めます。そこで格差婚の可能性は 75% です。まずは理性で判断します。たとえ出会った相手の社会的地位が今の段階では高くなくても、高学歴でスキルも持ち合わせている相手なら、将来の可能性を見据えてひとまず受け入れます。そこで格差婚の可能性は 75% です。最後は蟹座、サソリ座、魚座の方々、竜王先生と奈々さんはよくチェックしてくださいね。これらの星座の方々は恋愛至上主義の傾向があり、あまり多くは考えません。そこで可能性は 95% です。水の星座の方々は愛をとても大切にします。もし誰かに恋をした際、もし収入が低くても自分が支援すればいいと考え、その人がうまくいくように努力を尽くすタイプです。こうしたことから格差婚の可能性は4つのうち最も高いと言えますね。皆さん参考にしてみてください。気をつけよう。